はい、こんにちは。かっこいい隊長竹下敦史です。どうもね、今日三軒茶屋に行った時に花粉を頂戴したようで鼻水が止まりません。ずっと鼻水出っ放しです。今日はね、お洗濯をかなりしました。いつも着てるね、イエローの作業着を今お洗濯中なんですが、結構ね、ドバッて1回にまとめて洗うよりもこまめに洗った方が効率がいいと思います。それでは、かっこいい期待人竹下敦史でした。